はい、どうも皆さん、こんにちは。いつゆコです。それでは今回なんですけども、D バレー銀行口座チャージで1000ポイント、マイナポイントと組み合わせて最大8500円も可能です。ということで、今回は D バレーのお得なキャンペーンについてお伝えをしていこうと思います。あとですね、本日から始まったマイナポイントと組み合わせても、まあ、結構お得なキャンペーンとなってますので、簡単にサクッとですね、お伝えをしていこうと思います。それでは、行ってみましょう それでは早速お伝えをしていくんですけども、前半はこの今からお伝えするキャンペーン、そして後半に関してはマイナポイントとの組み合わせについてもお伝えをしていこうと思います。それではまず今出てるキャンペーンからなんですけども、まあちょっとそのまま読みたいと思います。1万円以上銀行チャージで最大1000ポイントプレゼントというようなキャンペーンとなっております。こちらのキャンペーンなんですけども、期間は2020年9月の1日の火曜日からスタートしまして、10月の31日土曜日までのキャンペーンとなっております。 で、リーバレのキャンペーンでちょっと珍しいのは、こちらのキャンペーン自体はチャージをするだけで、特にエントリーなどは必須とはなっていません。で、今回のこのキャンペーンの特典なんですけども、出てる通り、キャンペーン期間中に対象の銀行口座より1回1万円以上チャージすることによって、 期間中にチャージした金額のうち一度にチャージした最も大きい金額に応じて D ポイントプレゼントということになっておりますまず1回のチャージ最高金額として1万円以上チャージした場合は獲得の D ポイントは 500D ポイントそして2万以上の場合は800ポイントそして3万以上の場合は最大のこの1000ポイントまで獲得することができるということになりますあとですねまあ、例も少し載ってるんですけども例えばその期間中に3回チャージした場合ということなんですがまあ、1回に1000円チャージして2回 3回目に1 3万,万5000円チャージするとそうすることによって、まあ、1000ポイント獲得,する獲得することができるということですねこのチャージをすることの付与上限に関しては1000ポイントまでとなっておりますのでまあまあ特に金額細かいこと気にならないという方がいらっしゃいましたらもう早い話3万円分だけチャージをしてもう最大の1000ポイント1回でもらう方が一番シンプルで分かりやすいのかなと思います そして、このキャンペーンの対象の銀行なんですけども、一応ざっとこんな感じとなっております。まず今出てる通り、水穂銀行、三井住友銀行、ゆうちょ銀行、イオン銀行、ソニー銀行。その他にも、こういった地方銀行も一部対応しております。まあ僕が住んでる福岡県の地方銀行であれば、今出てるのであれば、西日本シテ銀行が今のところ対応してる感じです。あ、あと福岡銀行もありますね。 であと、ここ気をつけてほしいんですけども、リスナー銀行と埼玉リスナー銀行、関西ミラー銀行は、すでに銀行口座登録が完了されている方のみが対象となりますので、現在これと紐付けしている方はですね、ちょっとここは間違えないようにしましょう。 で、他の細かいところはこんな感じですね。まず、D 払いのアプリか、ドコモ口座アプリ、もしくは、サイトからチャージをしても、一応それでも対象ということになります。なので、一応これらを通じて銀行口座からチャージをするというのが、まあ、条件ということですね。で、付与時期に関しては、2020年の12月末以降、順次付与されると。まあ、10月末がキャンペーンが終了なので、まあ、そこから翌々月という感じですかね。あと、付与されるポイントに関しては D ポイントの期間用途限定。そのポイントの有効期 に関しては2021年の3月の31日までとまあ約3ヶ月ぐらいですね付与されてからそしてこちらのキャンペーンに参加するための注意点なんですけどもざっと挙げておりますまあこんな感じですね 先ほどもお伝えしたように、リスノ銀行であったり、埼玉リスノ銀行、関西未来銀行、まあこれはすでに銀行口座登録が完了されている方のみが対象となりますので、これら3種類の銀行を使われている方はですね、先ほどもお伝えしたように、ここは間違いないようにしてください。で、対象の口座以外からのチャージはキャンペーンの対象外となります。そして、キャンペーンの参加者はお一人様1回限りということですね。 一応ここまでが銀行口座チャージに関するキャンペーンの解説でしたでここからなんですけども本日僕が動画を投稿している2020年の9月1日この本日からマイナポイントまあ何回かですね動画にさせていただいてるんですけどもマイナポイントがスタートしますそして今回僕は d 払いを選択したのでこのトータルの7500円分の付与がされるというキャンペーンも踏まえて 今お伝えしたこの銀行口座のまあチャージをすることの1000ポイント分のキャンペーンですね。それぞれ合わせることによって、トータルで元々マイナポイントでチャージをすることの5000円相当、プラスアルファ D 払いがプラスアルファ出してくれる3500円相当、合わせて実質 D 払いを選択された場合ですね、全部合わせると実質8500円相当の D ポイントをもらうことができます。まあちょっとですね、D ポイントの通常ポイントと期間用途限定それぞれ分かれるんですけども、今お伝えしたキャンペーンと合わせれば8500円相当、 をもらうことができます結構お得ですよねこれで。念のためですね先ほどお伝えした8500円相当の内訳なんですけどもまず一つはマイナポイント全部に言えることなんですけどもマイナポイントで2万円をチャージしたら5000円がもらえるこれはもうほとんどマイナポイントとつな、まあ、がってるキャッシュレス決済はもう基本的に全部こういったルールとなってます。 で、次二つ目は、マイナポイントで D バレーを選択した場合は、D バレーの得点1にもあるんですけども、もう選択した時点で1500円相当がもらえるということになります。ちなみにポイントの付与は翌々月ですね。で、三つ目は、D バレーを選択してチャージをするか、もしくはこれで買い物をするか、それでトータルで1000円分の D ポイントがもらうことができます。これが得点丸2ということですね。 こちらも確か翌々月の付与になります。そして最後4つ目は先ほどお伝えしたね銀行口座からチャージをすることで最大で1000円相当の D ポイントをもらうことができると。これがトータル8500円相当の内訳となっております。ちなみにこの8500円相当をもらうためにはもう1回にですねチャージをするときに、まあ、チャージを選択された方には限るんですけども3万円をチャージすることで最大の D ポイントをもらうことができます。 まあ結構金額が多かったりするので分けてチャージをしたりとかお買い物を選択される方とか中にはいらっしゃるかもしれないんですけどもそこはご自身のお財布とね見合ってどれが一番自分に合ってるかっていうのはご自身で判断するのが一番ベストだと思います。 で、ここからですね、僕が今から実際に3万円をチャージしていくんですけども、その前に、まだ実際にちょっとマイナポイントどんな風になってるのかっていうのが、ちょっとよくわからないなって方がいらっしゃいましたら、今一応下の概要欄にですね、僕がこれまで解説した、丸1と丸2の動画があるので、これ順番に作ってるので、あ、こんな風になってんだなっていうのがわかった上で実際にチャージしてみるのが一番ベストだと思います。もう今現在ですね、僕、リーバライと銀行口座を紐付けした状態です。一応、三井住友銀行を紐付けています。 ここの残高を先に確認していただきたいんですけども、今790円という風に出てますね。で、早速チャージをしてみたいと思いますので、ここのチャージというところをタップします。そうすると、まあチャージをする画面が出てきます。で、実際にですね、今回チャージをする金額3万円をタップします。そしてここのチャージをするというところをタップですね。そしたらチャージが完了しましたと。で、画面が切り替わりまして、今ここにですね、ご利用可能残高ということで、3万と790円、ちゃんと増えてますね。 そして D ポイント残高もしっかりと5000円分が増えております。もう本当に即時繁栄でしたね。 で、D ポイントのポイント履歴の方を確認をしに行ったらこんな感じとなっております。D バレーマイナポイント、チャージ特典ということで、半囲日ビ9月1日 D ポイントが5000ポイントとなっております。しかも有効期限見ていただいたらわかるように、2024年の8月の31日まで、まあ、約1年間となっておりますので、付与された D ポイントに関してはこちら通常の D ポイントとなります。なので僕はまあちょっとツイッターでも呟いたんですけども、この通常の D ポイントは基本的には D ポイント投資とかに回しているので、そちらに でそのまま回していこうかなという風に思ってますまあ、別にね D ポイント投資詳しいわけではないんですけどもまあ、ちょっと増えていくのが楽しいので一応そちらに回してはいますで溜まったりしたら JAL のマイレージとかそういった風なお試し控え券とかでもいいんですけども JAL <laughs> のマイルとかに変えろうかなっていう風うにも検討してます で一つここ気をつけてほしいんですけども、DE 払いのアプリからチャージをすることで、マイナポイント分はもう即時反映はされてはいるんですが、ちょっとなんか今日それこそツイッターをいろいろ見る限り、もしかすると違う方法からチャージをした場合は、なんかこのマイナポイントの反映がちょっと遅いっていうこともお話をちょっと耳にしました。なので今お伝えした方法からチャージをすれば、一応即時反映はされますね。 そしてちょっと先ほどもお伝えした通りですね、5000ポイントの D ポイントに関してはこんな風に即時反映されてるんですが、残りの3500円相当のポイントに関しては、それぞれキャンペーンページにいて、いついつ、まあどのタイミングで反映されるのかとかバラバラなので、ここはご自身で先にチェックをしておいてください。あれ、残りの3500円相当いつ入るのっていう風に困ったらね、大変だと思いますので、そこはもう頭の中に入れておくのが一番ベストですね。まあそんなこんなで今回は D 払いの銀行口座からのチャージをすることのキャンペーン。 とそれにに合わせせてててマイイナポイントについいお伝えをさせていただきました、まあね結構いろいろと企業さんも普通のマイナポイントだけでもお得なのにそれのプラスアルファのキャンペーンをいろいろ打ち出しててどこも本当にすごい競争してる感じで僕的にはすごい楽しいんですけども結構ね去年ぐらいから d 払いを使い始めてこの d ポイントを貯める楽しさも分かってきたのでまだまだ今後もいい感じにちょっと活用していこうかなというふうに思っております でちょっと前にもお伝えしたんですけども、もし D バレー始められてない方がいらっしゃいましたら、お得なキャンペーンも開催されていますので、インストールがまだの方いらっしゃいましたら、下の概要欄にリンク貼ってますので、ぜひ D バレ始めてみたい方はチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 今日ちょっとですね、衝撃というよりかは、おまじかというようなニュースがちょっと上がってたんですけども、こちらですね、ローソン、ローソンストア100における3%割引特典終了のお知らせということで、まあ、見ていただきたいのはですね、真ん中のところなんですけども、この度2020年11月30日月曜日のご利用分を持ちまして、ローソン、ローソンストア100における D カード、DCMX カード、D カードプリペイドでお支払い値の3%割引特典を終了させていただきますということですね。まあ、これまで結構その D カード クリストカードの D カードとか D カードプリペイドのまあ特徴というとローソンでのこの3%割引というのがです、ね、結構魅力的なところではあったんですけどもそれがなんとなくなるということでございましたこれ結構衝撃でしたね、まあ、ちょっとすぐではないんですけども今年の11月30日で終了するということになりました、まあ、僕自身は D カードのクリストカードは持ってなかったんですけども D カードプリペイドで結構お買い物することはあったので、まあ、この3%割引がなくなって これ以降っていうのは、どんな特典がつくのか、もしくはもうこれでなくなって終了なのか、ちょっと何とも言えないとこではあるんですけども、ちょっと寂しくなるとこではありますね。一応、こちらの発表に関してのリンクも概要欄に貼ってますので、クレジットカードの D カードを持っている方とか、D カードプリペイドを使っている方はですね、念のためチェックをしておくのがいいのかなと思います。ということで、ありがとうございました。